はい。バーベルラジオっていう、ポッドキャスト番組がありまして、で、パワーリフ選手にインタビューする番組なんですけども、それの収録に行ってきましたと。まあ、昔からずっと聞いてるんですけども、まあもうずっと出たくて、でも体育座りして待ってたんですけども、これはやっとオファーが来たっていうことで、いざキャバクラっていうことで、もう、小学校の遠足以来ですけどね、キャナンちゃんの、お兄さんが、鎌倉の方でお土産屋さんをやってるってことで、そこの場所を曲がりして、収録してきましたと。もともとね、結構、ポッドキャスト番組とか、ああいうの結構好きで、第一次ブームっていうのが2000年代にありまして、で、昔はあれですね、真鍋かおりの東京ローカルとか、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルとか、そういうのを聞いてたんだけど、すげえマイナーでも、事情フラジオっていうのがあって、そこの DJ ゆかのラッキーツナイトっていう、番組があって、その子が足立区出身で、で足立区ネタみたいなのもはがき職人みたいなので送ってて、それがまあ自分の活動の足立区役所っていう名前の一つの要因なんだけども、でバイクで行って、でね2時間半ぐらいまあ滞在したんだけども、でねもうすでに向こうのチャンネル、 YouTube のチャンネルでフルでもう投稿してるので、前半後半に分かれて全部聞きたい人はまあそちらの方で、パワリフの話も知ってるものの、パワリフ興味ない人も割と聞ける内容で、クオリティ的にはね、まあそこそこ、まあ編集もまあ自分がやったので、クオリティ的にはまあそこそこ聞ける内容だとは思いますね。後半の方がちょっとねクオリティ高いんですけども、割合で言うと7-3ぐらいで、でそこのお土産屋さんで売ってたものも最後プレゼントしますので、この動画の最後まで見てってくださいと。3枚、4枚、7枚ぐらいあるので、それ全部プレゼントしますので、時間的にはその、まあ、2時間近いので、とりあえず、10分ぐらいダイジェストにまとめましたので、あとそれ聞いてくださいと。はい、あ、こんにちは。はじめまして。あ、こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上増えないって言ってたじゃん。はい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 。俺はね、試したことはないけど、はい、感覚としては、はい、毎日その食べ放題の店とか、ジュージューカルビとか、はい、そのスイーツパラダイスとか行って、行けば、スイーパラ大好きですよ。うん、そうそう、エブリスイーパラで、で、俺は200キロぐらいまで増やせると思うんですね、感覚的には。はい、うん。健康的ではないですよね、きっと。記録伸びるかはわかんないですけど、ね、俺、はい、いや、初対面じゃないですよ。オニジムのそのオープンの日あった2年ぐらい前で、はい、オープンの何週間ぐらい前でちょっとなんか安くビジターで来れるみたいな、はい、はい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 、なんかお試しキャンペーンみたいな期間あったんですけど、はいはいはい、でその時に見ましたよ。でも本当ですか。でジャークやっててなんかすごいなノリノリでジャークやってて、ノリのケツプリンのノリノリでジャークやってて、でダーンダーンダーンっておなんかドロップしてたから、はいはいはい、横の方で、はい、それ覚えてないですか。その横の方で俺デッドリフトをやったの。そうだったんですね。緑色のあのスウェット、覚えてないですか。覚えてない。なんか男の人になんか指導されながらそのダーンダーンってやってたからずっとジャンボさんの世界で戦ってもしょうがない、なんだ、別の人種とモンゴリアンはモンゴリアンで戦えばいいじゃんっていうのもあって、うーん、別に他の人種なんだ、犬で言えばそのなんだチワワとそのトサゲで戦ってどうすんだみたいなのもあるから別の人種で戦ってもしょうがないじゃんっていう考えもあるので、はい、エロばっかですけどね。でもしかもなんかあれ TXP になんか練習に行ってるってあれですよね。女の子多いから行ってるだけで、なんか人がなんかなんだ、そうかもしれない、武田さんいるいたどうとか言ってたけど、はい、結局なんかミヤビームとかなんか女の子いるから行ってるだけで、でその下心が見え隠れしてるのがちょっと可愛いですね。もう見え見えかもしれないです、ね。どういう思想の人たちが見てると思いますか。どういう人、ああ、結構まあ、なんていうかな、まあ、すっきりしたい人、生きがってる、高級車とか乗り回して、はい、で、危険運転をするとか、スレスレ運転、僕はいつもバイクなんですけど、はい、スレスレ運転をしたり、はい、速度超過をしたりとか、うん、してる人に、まあ、ドーニングって言うんです、難しい言葉でドーニングって言うんですけど、はい、モグロ服装みたいにドーンみたいな感じで指を刺して、はい、そういうの活動をしたり、ドン活って言うんですけど、そういうのをやったりとか、結構くだらないんですけど、はい、でもそんな感じの世直し系をやってて、じゃあもうすでにこう社会に対して不満を感じてるような人たちが見て、うん、そうですね、こうすっきりするような感じな、よくやってくれたみたいな感じで、うん、で特にそのバルっぽい感じのそのヤンキー系とか、はい、そういう人を、はい、
まあ、注意したりっていうのが多いので。どういう感じでアプローチしていくんですか。アプローチ、いや危なかったじゃんみたいな感じで、はいはいはい、うん、おいおいみたいなんな感じで、それともこここすみませんみたいな感じ、まあ、そんな感じですね。僕もそんなんだオラオラ系ではないので、やからではないので、そんな感じで入って、入り口はそんな感じで入ってって、でドン活したりドーニングをしたり、はい、もしかするとうんこシールを貼っ俺うんこドライバーみたいなシールがあるんだけど、はい、うんこシールがあるんだけど、それを貼ったりとか、あんまだから人に言えることじゃないんで、それうんこシールかドーニングのどっちか、ね、2本立てですね。その必殺技のどっちか出して、はい、でまあまあそれ割とその2つがまあ人気コンテンツなんですけど、でもいろんなことやってますね。これは何なんですか、うん、これは女性専用車両に乗って、はいはい、で活動する人いるじゃないですか、その男なんだけど、はい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 、女性専用車両に乗るっていうの、はい、その中に乗ってって、はい、で女の人におばさんとかに、はい、ここ女性専用ですよって言われるじゃないですか、はいはいはい、その時に良性具有ですって答えたりとかでそんな感じの動画ですね。でもこれツイッターでよくバズるんですよ、定期的に。へー、うん、あ、これは別になって法律じゃないっすもん、ね、そうそうそう、これはね、義務じゃないんですよ、うん、だからトランスフォーマーなんでって。そう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 、えちょっと待ってください、普通はトランスジェンダーですって答えるところをトランスフォーマーです、どんな言い方をしても OK なのかみたいな感じの実験してみるみたいな、これは動画ですね。これシリーズ系、シリーズ化してるんで。あ、そうなんですね。なんだ、そのレンタルオフィスっていうのがあって、うん、で2畳のスペース で、うん、で2万ぐらいで住めるっていう司のレンタルオフィスっていうのが森下、江東区の森下に、うん、昔深川通り魔っていう事件があって、はい、そこの川端軍司っていう犯人が、はい、立てこもった中華そば屋がなくなってできたビルなんだけど、はい、そんな話でも知らないですよね。わかんないです、わかんないです、ね、はい、深川通り魔、多分俺が生まれた時ぐらいの事件だったんだけど、でそこの司のレンタルオフィスに、でそこの2畳の部屋に住んで、それがもしかしたらそれで、まあ、体を動かさないから太ったっていうの可能性もあるんだけども、うん、はい、でもちろんシャワーとかもなくて、はい、2万円なんで、はい、2畳のスペースなんで、でトイレもないと。その話聞きたいからやらない方がいい、ね、やってくださいよまあ面倒くさくなるじゃないですか、はい、で割とその日によって正面も近いんで、はい、ペットボトルとかに溜めて、はい、でしかもその2畳の狭いところの端っこに、まあ、いっぱい置いてって、で結構10本ぐらい溜まったらスーツケースでトイレに捨てに行くみたいな感じの生活をしてたんですよ。で、まあ荒れてたんですよ、その生活場、はい、うん、でシャワー泥棒で注意されて、はい、でその人はまあジムで体を動かしてるっていうことを知ってたから、こいつをどうにかなんか鼻を沸かしてやりたいというか、マウント取ってやりたいってことで、そこのジムに行って、じゃあ俺がそのベンジで200上げるようになれば、まあこいつは悔しがるだろうってことで、でそこからベンチプレス始まるんですね。100じゃないんですね、200だったんですね。そう、200を目指して、はい、でこいつにマウント取ってやると。へー。そのジムの中で一番強いやつになって、はい、ジム長になれば、はい、まあみんななんかひえ伏すだろうみたいな感じで、そんな感じで始めたのがパワーリフの第一歩ですね。じゃあもう怒りだったんですね。そう、怒りっていうか、うん、そうですね。でしかもなんかお方違いというか、はい、まあ、自分がシャワー泥棒してるのが悪いんだけど、うん、でもなんかやっぱり自分 の貧しさをバカにされてるみたいで、あ、シャワーぐらいいいじゃないかって思うじゃないですか。はい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 、はい、まあ、いわゆるコミュ障で空気読めないタイプですよね。うーん、結構自分には悪気ないんだけども、結構怒らせることを若い頃はね、はいはい、結構発達障害タイプだからとか、その感覚でいうと人よりなんかその年精神年齢がちょっと10歳ぐらい遅れてる感じ。うーん、今でこそ空気読めるようになったけども、はい、当時はやっぱり人をおごらせるようなことを言っちゃったりと、あれ荒川さんとなんか話してたじゃないですか、はいはいはい、全日本のパワーの、はいはいはい、その時に荒川さんとの会話で、はい、なんかその古着屋はその 4T って言われてて、あ、爪が面倒、なんだ、高い、はい、値段が高い、爪が難しいとか言ってたじゃないですか、はい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 、それ俺だったらそれプラスつまらないっていうのもありますよねこれそれ合わせて 5T ってどうですかみたいなこと、多分俺だったら言ってると思うんですよ、俺の若い頃だったらつまらないも古着はつまらないじゃないですかみたいな感じ で俺だったら若い頃だったら多分言っちゃってたと思うんですよ。でめちゃくちゃ空気悪くなるじゃないですか、それ言ってたら面白いですけどね、うん、俺多分チャットに書き込もうと思ったけど やめたけど、はい、うん、フリーギア、荒川さんフリーギアやってんのに、やってる人の前でそのつまらないとか、スクワットの時に、うん、なんかそのエイトストラップとかベンチシャツとかを
こうどっかちょっと離れたところに置いて、それをそのケツで挟んで持ち上げて UFO キャッチャーみたいな感じで、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。スクワットするときに、はい、なんかそのグッズ、はい、ギアみたいのを、はい、そこら辺散らば散ら散らばして、はい、でそれを持ちながらそこまで歩いてって、はい、しゃがんだときにケツで挟ん で、はい、でそれをそのままどっかのカゴ最初のスタートのところにカゴを置いといて、それでそれをゲットした人が、はい、次の試技ベンチシャツだったらベンチプレスのにベンチプレスの時に使えるとか、いやそれいいですよ、ちょっと提案しといた方がいいですよ。どうですかね、一瞬考えたんだけど。でも女の人やんないですよねそれね、やりたくないですよね。こんな感じで話してきましたと。でやっぱりねちょっと話しやすい子で、結構ゲラというか笑い上手で、結構何でも引っかかってくれる人で、でやっぱり、うん、自分みたいにそのなんだ普段人と話さないでたまにしか話さない人間でも割とちょっと、うん、スムーズに話してテンポも良いトークになったと思うんですけども、でね話いつだらなんか最近あれじゃないですか、まあ、パーリーグ関係の人は知ってると思うんだけども、協会のページから、まあ、全日本の試合とか全部見れて、実況も聞けるみたいな形になってるんだけども、それもともとその、キャナンちゃんが、まあ、それ、進言というか、それ言ってくれたから、そういうシステムができたんだけども、ジャンヌ・ダルクじゃないけども、それ、そう考えると、まあ、様々だよね。キャナンちゃん様々だよね。うん。それのおかげですげえ助かってるって人多いと思うんだけども、自分も前までなんか自分で三脚立てて、試合の日ね、カメラでその三脚立てて、で、そのセコンドいないから自分でその、試技やって、で、そのなんだ、バッテリー切れてねか見に行ってみたいなことをやってたから、それがなくなったからね、もう協会がもうそれずっと映してくれてるから、それあるだけで自分がもうカメラ持ってなくて済んでるし、すげえ助かってるんだよね。うん。だからね、ちょっと、なんか、お手伝いをしたいっていうかね。で、話聞いてたら、なんか、やっぱり自分でなんか、まあ、もうもちろん自分のチャンネルが当たり前なんだけども、うん。全部自分で交通費とか出したい。で、場所がその、住んでるとこが横須賀だから、キャランちゃんが。だから、出ていくの大変なんだよね。うん。交通費も大変だし、だから、バーベルラジオのショップとか、で、今回そのお兄さんの、土産屋さんでその T シャツとか売ってるんだけども、それちょっとねぜひちょっと俺に対してのスパチャ代わりじゃないけども、俺今まであんまりそういう要求したことないじゃないですか。登録もしてくれとかも言わないし、グッドボタンも言わない、してくれとか言わないし、スパチャも取って受け取ってるわけじゃないんだけども、そういうのあんま好きじゃないんでね。でもね今回ばかりはちょっとね自分の顔を立っててほしいというか、あんまり人にお願いすることないじゃないですか。昔からそうなんですよ、苦手なんですよやっぱり人にお願いするのって。昔からなんか人のために何かやったりとか、前も言ったけども、そのなんとか学生時代なんとか委員会誰もやりたくないものとか、誰も手挙げねえから、まあ自分が仕方なく手挙げたりとか、の給食当番で、まあその、運んでる途中にトイレに隠れて、まあ、3本ぐらい春巻き食って、まあみんなのために、まあ、なんだ、味見してあげたりとか。それがあるから、まあ食中毒にみんながそのまま進んだとか、そういう、昔はその人のために何かやったりばっかりなんだけども、で、今回だけはね、俺に対してなんかスパチャいつかしたかったとか言う人は、なんだ、ショップでね、今回ね、T シャツを買ってほしいに、まだ、着る T シャツが、ないっていう人は、なんかですね、コンセプトが、誰でも着れる、あんま主張してない、さらっと着れる T シャツっていうのが、そのお兄さんとこのショップで、そういう T シャツ売ってるらしいんで、それ、ちょっとね、スパチャ、オレンタリスのスパチャ代わりじゃないけども、今回が最初で最後かもしんないので、やってくれると嬉しいなぁ、と思うんですよね。一枚でもいいんだけども、一枚買ってくれるだけでもありがたいんだけども、で、もしくはその1万円以上、そこでお金使ってくれた人は、自分のキレオグッズ、私キレオグッズって今、買えないんですよ。伝達や容易にメルカリで売ってるだけで、もう普通に売らないようにしてるんで、非売品なので、で、それを、無料でっていうか、まあ、300円なんだけども、送料がかかるから、それで300円差し上げますので、1万円分以上買ってくれた人ね、そのお兄さんのお土産屋か、もしくは、バーベルラジオのショップで、ストロングガールっていうブランドがあるんだけど、
そこの、グッズを買ってくれ、1万円分以上買ってくれた人、もしくは、そのストロングガールのイベントがあるんだけども、9月にあるらしいんだけども、その、女だらけの、パワーリフト大会みたいなのがあるんだけど、参加してくれた人に、無料で差し上げる、これ、俺が勝手にやってることなんで、向こうには内緒なんだけども、勝手にやってくることで、出演しましたみたいな、なんか、証拠みたいなのを見せてくれたら、その、キレオグッズ差し上げますので、3900円のやつ、そうですね。これが、まあ、俺ができるささやかな魅力ながらのお手伝いなんだけども、なんかね、特にね、パワーリフ選手とかね、そのなんか今あるものをね、当たり前と思わないでほしいというか、そういう行動力がある子がいたから、そういう今便利なものができているわけで、そんな感じで、そうですね、貴重な体験でしたね。あんまり最初から自分はこれを話そうみたいなのは決めてったんだけども、結局最終的にはもう本番になるとボルテージ上がってるから、頭割と熱くなってるからね、1、2割ぐらいしかね、話せなかったね。でもその1、2割の中で大事なことを話せたんで、もしよければ、だからその、前編の方は、前編っていうかその、フル音源の方は、説明欄にリンク貼っとくので、そっちをお聞きくださいと。まあ、そんな感じかな。ぜひよろしくお金余裕ある人はよろしくお願いしますと。